雄一郎です。今回もダビスタ98ウルー版のオールスター版で遊ばせてもらいます。現在の状況は所有馬ゼロ、お金がちょっとだけ貯まった状態です。さてオールスター版なんですが、実は騎手もオールスターで、幅広い世代の騎手が全盛期の能力で登場します。リストはこんな感じ。ダビスタシリーズではおなじみの岡部騎手を筆頭に、引退したトップ騎手がたくさんいますね。せっかくなので気になる騎手を見てみましょう。まずは馬優先主義の岡部騎手。初期ダビスタではおたべとしてもおなじみで、ランクはさすがの S。 オールスター版にはギリ登場しませんが、三冠馬シンボリルドルフの主戦騎手としてもおなじみですね。続いては横転でもおなじみ横山紀弘騎手。息子二人も一流ジョッキー、2024年のダービーも制している息の長い騎手です。戸崎騎手、リーディング3連覇も果たした地方出身のトップジョッキー、堂々の A ランク。武豊騎手、言わずと知れたレジェンドで追い以外は S という素晴らしい能力、一時低迷も現在もトップ騎手ですね。クリストフ・ルメール騎手、フランス生まれのトップ騎手、アーモンドアイやイクノイックスといった超怪物の主戦でもあります。日本語も喋れます。アンカツこと安藤騎手、こちらも地方出身で、笠松時代にはオグリキャップに乗っていたことでも有名。後藤博樹騎手、年間100勝を4度達成した一流騎手ですが、まあいろいろありました。タバラセイキ騎手、大舞台に強い天才型ジョッキー、漫画原作や音楽活動なども行う多才ですが、破滅型でもあり複数回の逮捕歴ある。河内騎手、牝馬に強い特徴を再現、アグネスタキオンのダービーにまたがる姿を見たかった。見ない騎手、成田ブライアンで3冠達成、タマモクロスの主戦というイメージも強いかも。藤田真嗣騎手、ダビスタ3で C ランクにされて激怒した事件は有名。96からは B ランクに、現在は SNS で話題になることを多し。ミッキーこと松永騎手、元祖イケメン騎手、ヘブンリーロマンスの天皇賞での敬礼は絵になってましたね。2ページ目、幅広い世代の騎手がいますね。引退騎手も多数。3ページ目、ネイハイシーザーの塩村騎手とか懐かしいですね。他にも気になる騎手はたくさんいますが、ぜひオールスター版をプレイして確認してください。そして雄一郎にイラストがつきました。ブルー版の作者様がパッチを作ってくれました。本当にありがとうございます。ちなみにプロフィールは元の押田騎手のものです。能力は成長するんですが、未だオール G。 さてゲームに戻りましょう。当面の目的はお金稼ぎと雄一郎騎手の育成です。今回は適当な1歳馬を買ってレースに出しまくりたいと思います。セリ1で1歳馬を買います。ボタンを連打連打連打、ボタンを連打連打連打、ボタンを連打連打、ボタンを連打連打連打、ボタンを連打連打、ボタンを連打連打連打、ボタンを連打連打、ボタンを連打、ボタンを連打連打連打。無事購入できました。能力を見てみましょう。素晴らしい能力、気性がやや低いですけど G1 レベルっすね。万世なのでたくさんレースに出せそう。時を飛ばして2歳1月へ。藤枝厩舎へ入厩します。名前は今回もオート、雄一郎レントゲンになりました。今回は育成モードなので結果のみ紹介します。時を飛ばそう。デビューから負けまくりですね。まあ想定内です。負けて負けて負けて初勝利は3歳7月、やはり遅咲きです。雄一郎騎手が一番人気でも飛ばしまくってます。2勝目は意外とすぐですが、再び一番人気で飛ばしまくります。3勝目はすでに4歳、8月に4勝目でオープン入り。能力もピークに。重賞ステイヤーズステースは雄一郎騎手には荷が重いので岡部騎手に乗り換えてあっさり勝利。
天皇賞惨敗しましたが、絶好調。宝塚記念に出走します。鞍上はデザーモ。オールスター版にもかかわらずライバルが弱い。これはチャンス。アドマイアムーンにキシミラクル、ステイゴールドと粒は揃ってますが、すごいレースになりました。どっちが勝ったかほんと微妙っす。勝ちました。ありがとうデザーモ。ユイチロ騎手じゃ無理だったでしょう。なんか思ったよりもあっさり G1 勝てちゃいました。デザーモ騎手は2度も逮捕されているヤバいやつですが、それはそれ、金髪じゃないけど、まあよし。オールスター版初 G1、 ほんとラッキーが重なりました。牧場長もありがとうございます。その後は岡部騎手に乗ってもらうも勝利なし。ピークを迎えるので引退させます。2000万円で売れました。資金は4億を超えましたが、まだまだっすね。雄一郎騎手の能力を見てみましょう。コーナーが F になりました。折り合いもあと少しで上がるかと思います。たくさんレースに乗せないとですね。というわけで今回はここまで。よろしければチャンネル登録をお願いします。それではまた。